メニテングどっちおまさん。えー、うどん、明太子、マヨネーズ、めんつゆ、オーバー、卵黄。間に合う身にやらって、料理頑張ったぜ。どれ今ね、立山定食ってやつを今、取ってるんですよ。ぜひね、食べてほしい。この夏、立山定食。おー、いいっすね。あ美おいしそう。これはうまそうだわ。これはうまそうだわ。多分、冷静のうどんの、 なんかあれだね。ちょっと明太カルボナ、カルボ、明太、まあ、冷製うどんだね。これうまい、うまいわ、きっと。これ上手。素敵です。いいなって思った。えー、んじゃなめさん、布団んャングも木曜の夜中に最終面接の応援メッセージもらったものだけど、無事泣いてもらってありがとう。あ、よかったです。おめでとうございます。ね、あの、お仕事頑張ってください。役に立あの、いろんな人たちのね、役に立ってあげてください。モズ,スモズクスワーゲンさん。 なーぜなーぜの元ネタここになーぜなーぜが今解明されるんですねドラゴンボールこれ好きですああ。テンション上がるわ。なーぜなぜというフレーズ。 Z 世代で大流行するも案の定嫌われてしまうということを見ていたと思います。皆さんはなーぜなーぜというねフレーズを知ってるでしょうかこのなーぜなーぜというフレーズが現在 Z 世代で大流行しているということで、まあ、使い方として Z 世代って何ですか、まあ、とりあえず分かった。なーぜなーぜ。なーぜなーぜ。あのー、まあこれ、これのフレーズがねきっと分かったですね。<laughs> えー、ヤンニムさん、柴田が指定代抗原してる人、ほとんども、ほとんど演者も指定代して、高設定動画作った方が低設定のクソ買い見るよりいいんだけど、布団ちゃんはどうも、俺は一定の集客効果がある演者はしていいと思う。え、指定代抗原してるんすかへえ。ー。え、なんか絶対できないらしいっすよ。わかんない。でも、そういうところに精通してる人がいるんだろうな、きっと。おそらく。 えー、いや、それぞれなんか義務になっちゃうかなって、やっぱさ、スロットっつうのはもう、なんだろう、答え合わせが僕一番いいんすよ。答え合わせ。え、ね、え、そのやっぱこう、2000ゲーム回してる中で、これはいくつかなっていうさ、俺、それが自分好きなんで、スロパチステーションは指定台アジいや、絶対、分かんない。俺も信じないからな、信じない。 もう、勝負、勝負。ほいは、高橋とさん。本日の解説。風、あ、なぜ、穴、いじる。G、なぜなぜか。見にゃかんねえ。風、あ、なぜ穴、いじる。G、なぜなぜか。ありがとうございます。えー、ううでゴーアさん。布団茶、マジンの一つのみながら、キーマカレー作ったんだが、500ml の水入れたら、どうしても、水びちゃなんだが、なんでや。あのー、飛ばしたほうがいいですね。たぶん、水を。うん。水分飛ばし、もうちょっと飛ばしたほうがいいですね。 あの煮詰めてあげてください。えー、ワクチさん、布団ちゃん、昨日うつの診断をもらいました。いつも配信やると応援しています。に分ける感じでごます。シリコ玉コレクターさん、北朝鮮の、えー、羊。ん洋閣島国際ホテルは5階が立ち入り禁止になっている闇の空間がある。そこに侵入した動画があって、すごく異質な空間だから、興味があったら見てくれ。あ、こういうの好きですよ。はい、ありがとうございます。オパイファミリーのマンアニャさん、本日の一学雑学。 女性が絶頂に達したとき、首から肩、稀に下腹部まで、肌や赤がピンクになる症状をセックスフラッシュと言います。特に、肌が白い人に多く見えます。暗い、セックスフラッシュも。もあのー、話はちょっと変わっちゃうんですけど、あのピンクの象さんって聞いたことありますこれあの、ここに女性の方でエクスタシー経験したことある人いらっしゃいませんかね僕、中学の時にあに、のー、女性が行くときって、ピンクの象さんが、 見えるんですって目の前の彼氏またはまあこうやって異性の人が急に見えなくなって目の前に出てくるのはピンクの象さん、うん、これ何なんですかねこれピンクの象さんいやチンコとかじゃなくてこれってだってチンコ見えないじゃん挿入されてんだからああやばい私行くわって言ったじゃないですかその時にパーって白くなってピンクの象さんが出てくるんですってこれちょっと解明したいですねだからそういう意味もあって女の子になりたいです 女ですそんなのありません、ね。次あ、わかりました。ベッテルハイめさん、布団ちゃんは乾杯って意味あると思いますか、えー、自分の中で布団ちゃんでいう黙祷に相当します。まあ、あのー、あなたにとって乾杯は意味ないかもしれないですけど、僕は乾杯すると、まあ、気持ちがいいものになるから、まあ、いいのかなって思ってます。はい。あのー、ごめんなさい。価値観が合わなかったかもしれません。えーいや、意味あるだろう。まあ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 、だから、その中にはない人もいるのよ。そう。それは、まあね。 あのまあ、尊重してあげてもいいんじゃないかなと犯罪を犯したわけじゃないから。乾杯なんて意味ないだろう、うん。まあ、別にいいんじゃないですかって。えー、物語さ。えー、最近やることも特にいねえから、ホラーゲーでも作ろうと思うんだま松はどんなホラーゲーが好きなんだ僕は、必ず出てきてほしいホラーゲーは、畳なんですよ。ボロボロの畳。ボロボロの障子。そして、 あのビニール傘じゃなくてちゃんとしたあの傘で、ね、赤い感じの傘でちょっとボロボロなんですよやっぱりねそうで懐中電灯じゃなくてやっぱりろうそくなんですよねそうそういう中でちょっとねなんかこう廃屋に遊びに行った男女がなんかこうね うん、あろうそくとライターがあった、つけてべえみたいな。そ,そこで怪異にちょっと悩まされるみたいな、そんななんかシリーズがいいですね。やっぱ和ホラーっで,、うん、で,できたらキスシーンもあった方がいいですね。釣り橋効果で、キャッてやだ、怖いってって、別に男女、友達だったんですよ。彼氏、彼女ではなく、友人だったんだけど、怪異に悩まされであの、脱出する際に、あのー、夜ね、こうやって、 共にするシーンがあって、やっぱ肩を抱き寄せる寒いえ。冬がいいですね、やっぱり寒い。あ夏でもいいです。雨が降ってて寒い。体が濡れて寒い。じゃあ、ちょっと力、体寄せるかっつって寄せて、こうやって目が合った瞬間に、な <laughs> んだよって。あんたこそ何よって。目が合っただけだろって。んで、んで笑うのよ。お前が先に笑ったんだろ。え <laughs> っつって。なんか、あんたとこんなとこ来て。 最悪な気分だったけど、悪くない気分だわ、つって。ケミみたいなあのシーンがいいっすね。はい。えー、次いきますえ。ベーションさん。マジンさん、蒸し器なしでマジンのお茶皿蒸し料理を作る方法はありますかあります。言葉で伝わるか分かんないですけども、自分の家にある大きな鍋を用意してください。で、そこにお水を3センチぐらい入れてください。で、そこの上に、あの、お水の3センチよりも、 あの深いお皿をひっくり返してのっけてください。で、その上にお皿を置いてください。いわゆるからお皿がこうやってなったわけですね。こうやってねこう。こういう感じになったわけですね。こういう感じでね。お鍋のところに。で、あのその上に食材を置いて、もともとの鍋の蓋を閉めて、えー、蒸せば、7分ぐらい蒸せば、ねあの、ちゃんと蒸し器になります。えー、説明変えたい。<laughs> 説明今、分かんなかったですか ああ、でもこれは人それぞれですね、多分ね。えー、ステンレス天皇さん、登録1ヶ月経ったからやっとコメントできるようになった。あ、ありがとうございます。勝ちます。チャリケンさん、最近小同時卒業して一人暮らし始めました。応援エールください。200ります。あら。まあね。あのー、もう、新たな環境に勇気を出して扉を開き、一歩進んだ。もうそれだけで、もうね、始まってるね。うん。もうあとは突き進むだけだ。その、一歩一歩。 途中、ね。ああ、なんか、今日は足が上がんねえやって。進みが悪いやってくるかもしれない。だけど、少しずつでもいい。早くなくていい。周りの人と合わせなくていい。自分らしく、ゆっくりゆっくり、進んでってくれな。おめでとうな小道寺卒業こんなんでいいですかね。えー、イソフロバンさん、こんな男になりたいと思わないですかどんな男ですか ナイフを持った強盗犯が目の前に、その時店主が取った行動とは、中国のとある商店深夜に若い男がレジにやってきました。どっちが犯罪者なの？あ、こっち。の商品のナイフを手にします。反路だったからさ、<laughs> 俺こっちかと思って。ケースからナイフを取り出しました。それを見た店主は驚きの行動に出ます。 店主が負けじと取り出したのはナイフの10倍はあろうかという巨大な刀男に突きつけ何のつもりだと詰め寄ると男はおとなしく店を後にしましたその後店主は何事もなかったようにスマートフォンを操作していました は <laughs> <laughs> その後、天使は何事もなかったかのようにスマートフォンを <laughs>。強っ。めっちゃ強いじゃん。それ。へー,、えー。すごいね。なんかこんなの見たな、最近。YouTube のショーとかなんかで。あのー、多分、南米か。南米じゃないな。多分、どこなアフリカかどっかのとこで。 あのネイルサロンのとこなんですよネイルサロン屋に「おらお前ら金出せ」っつって「おらてめえら客もだマスターもだ全員金出せ」っつって言ってたんだけどみんな無視しててそれをで「出せ」っつってんだけどみんな無視してたら気まずくなって帰ったやつそうあさっき見たそうそうそう結構みんな同じの見てんね あのあのまあいろんなね、まあ、まあ、ね、よ,よくないことなんですけどね、まあそういうところからなんかちょっとエンタメ感をいただき、まあなんかまあね、エンタメになりなるんですよね、やっぱこういうのがなぜか知らないですけども。えー、アウンさん、布団ちゃん幽霊とかしにも信じないですただ。たっちゃんさん、暑さが苦手です暑い日は続きますか、布団ちゃんフィジカルあんたメンタル面で夏場気,けたこと気をつけてありますかこれするといいよとかのお話聞かせて。いやー、フィジカル、メンタル面、夏場気をつけてること、ちょっとないかもしれない、今。う なんか本当に好きなように今やっちゃってるから、ちょっと、あのー、夏場、本当には外から出てない、外出てないんですよ。本当に外出てないんですよ、今。スーパー行く時ぐらいしか行かないんですよ。で、日が沈んだ時に大体行ってるから、あのー、日光、マジで当たってないんですよね。だから、昔よく言ってたじゃないですか。日光はセロドニンとかをね、分泌させる、あのーまあ、そういう作用とかもあるから、日光は当たった方がいいよなんてね、うつ予防にもなりますよなんてあるんですけど、ちょっと当たってないんで、ちょっと、朝でもいいから当たんなきゃなって感じますね。 えー、ステンレステンさん、アップルの新しい VR 製ヘッドセット買う予定ある。ナイス。一応今のところナイス。えー、フォルデさん、6月に三菱商事に内定したんだけど、内定者飲み会で、早急の奴らが陽キャすぎてこの会社であってか不安になったぞ。ほとんゃん陽キャとの付き合い方で意識してることを教えてほし、いな俺は陰キャなんや。においがあります。うん、そうだな。陽キャとの付き合い方。なんだろうな。 なんかその陽キャ陰キャっていうのがちょっとあんま分かんないんですけどあのー、なんだろうオウム返ししたりとか相手の言ったことを、あのー、また同じことを言うみたいなちょっと意味わかんないよねその言い方だと、まあ、いわゆるだからこれ、あのー、俺さこの前さあのメシアでさめちゃめちゃ綺麗な姉ちゃんいてさすげえそれパンツ見えたんだよみたいな時えー、っつって。 あので「どんなんだった?」とかそういう話ももちろんいいんですけど最終的に「わお前いいな飯あのまとめてあげる」みたいな作業をよくしていました「わお前飯今日飯屋でお前飯屋で綺麗なな姉ちゃん見てパンツ見たんだもんなー」みたいな感じのなんかちょっとねその同調というかあのはお相手が言ったことをちょっとなんかこう言うとなんかまとまるんですよね結構そうミラーリング的なそ,うそれ嫌われるあ本当にそう,そ,そうするとね結構波長が合うんですよね えー、入輪大回転さ2022年の布団ちゃんの振り返り振り振返る動画2022年どうもええー、オープンレックのこれ見,見たんじゃないこれ布団ちゃんですメモリアルと言ったらですねあのまあこう人のねえー、え16分 見,見たんじゃなかったっけこれち。違うかな見,見たよ、見た、見た。見ました。ありがとうございます。えたくに見てみなさい。虹エロ創作でキャラクターの父を爆裂に盛るのは死。血で隠しすぎもし、ウエスト細くしたり、う血しそうなぐらい太もも盛り出してもし、でもなんだかそんな作品で抜いてる俺もし、この気持ちわかる。うん、わかるよ。わからなくもない。うん。なんか、魔がさしたみたいな。 時がああるんだよな、あのー、もちろんさあのー、俺そんなにセックスの経験ないって結構言ってるじゃないですかあのだけどよくモテてるやつとかたまに言うじゃないですかああこんなブスト俺何でやっちゃったんだろうみたいなさあのー、あれ嬉しい悩み羨ましい悩みですよねみたいな感じでたまに俺も抜いた後に俺何でこんなあれなんだろうってあのー。 エロ漫画のさ、たまに昭和の人とか書いたんじゃないかっていうぐらい画風が古いやつがあるんですよ。でも、チンポが収まらなくて、もうおめでいいや、今回は、みたいな感じで。で、それで、で、終わった後に、なんでこれに、マジック値段いくらだったんだっけこれ、1200円高みたいな、あの、そんな時ありますね。はい、えノ、ー、ニさん、えー、とんちゃんこんな M な子は好き ?M な子か、あんまり波長は合わないなと思うんですよね。 首絞めセックスとか俺、できないんでね。ペ<ッ>。ペなんて変な言葉出してんじゃねえぞ、山内。<お>生意気な口きいてんじゃねえ、これド変態。<っ> <laughs> すいませんでした、私が生意気です。<laughs> まあ、まあ、まあ、<laughs> <laughs> 真面目そうに見えて、本当はエッチなんだろう。これド変態。あ、<laughs> 私がエッチです。<laughs> いや、これは、ちょっとい、<laughs> いいな。 放送コードに引っかかりそうなのは全部クリアした。いやこれはいいわ。これはあの好きだわ。うんこれは好きです。はい好きです。えー、タウミネさんマジンの下で一通り作ってどれも美味しかったけど牛乳だけのカルボナーラはマジでまずかった。あとお渡し会の時のアウターワイルドやるって僕と約束したよね。米200ります。ああ覚えてますよ。アウターアウターワイルドやりますよねっつってうあれでます。 あのー、エールいただいてね。で、<laughs> 牛乳だけのカルボナーラだけはマジでまずかったっすか。ああ、まあ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 。あうわないやるからね。そう、俺もチーズ嫌いだからさ。ああ、あの出っ歯の子か。いや、絶対違うだろう。あの、お前はわかるはずもないんだから。そんなね。うん、あの、感想がリアルすぎてねあ。俺も、あれは俺もまずいと思った。ああ、俺さ、バターとチーズが苦手なんですよ。だから、多分それがあるんだろうな。 割とだからなんかそう、ちょっとこう、うーん、なんかこう、ちょっとこう、脂肪分抑えめのカルボナーラだから、みんなの知ってるカルボナーラってやっぱチーズこってり、バターたっぷりみたいな感じだった。多分それがね、多分そうでしょうね、多分ねあのチーズとバター入れてください。すいません。えー、ムースさん、布団ちゃん抜き足し実況みたいよ。見上げる感じします。抜き足したらできないんじゃなかったっけエロゲだから。前立腺、前立腺コアナさん。 マサオの弱々しい眉毛の産毛を採取,採取して夏祭りの屋台で売ろうとも屋台に行列を作り産毛と自撮りをする女子高生を尻見にふと感じたマサオとシュレッダーにかけられてチりチりのゴミになりたい、うん、ちょっと,とりあえずね、あのー、連投はちょっと削除しておきましょう、えー、差別主義者さんクソクソみたいな気まずい言,言われはってごめん半年をもりますにやりか返します な何貼りましたっけいや別に俺は気にしないから大丈夫っすよ。あの、ここにいる視聴者の意見を気にする方が優先順位が高いなら、まあ、全然、あの、あなたのロックな方に行ってください。僕は気にしてません。えー、愛称さん、初めてコメンします。えー、知ってたらごめんだけど、ボディカメラ風のホラゲがあるからやってほしいめちゃくちゃ好きです。ボディカメラ風ボ,ボディカメラって何だ 見れないっすね。まあ、じゃあ次行きましょう。えー、もし偏頭痛なら、M ガルディの足しにでもしてくれ。あっ、似合いからいでくい。ありがとうございます。この後バファリンプレミアムあるんで飲みます。ペッパーさん、最強のピクミンオリマが使い、ピクミンオリマ使いよかったら見て。おお、ちょっと見たいな 違いがわかるでしょうねそうですね百六十二パーセントはさすがに寿命でしょう体重の軽いゲームはどっちでそこまで耐近に激震拒否能力を前にシュートのいやでも前管理がマジでいいわい基本的にやっぱりあれだな,なマリオのファイヤー当てるみたいな感じでピクミン使うんだろうなこれこリバの空母か腕を見せるのはまさかのシュート,ュートここで見せる上スマッシュお見事ですシュート成就<ー>ピクミン一体から弱からいてろ追いつけ この火力逆転<ー>さらに追撃フェビーの落下もいやー間合管理がうまいわいやありますなんか俺のピクミンよりも飛ぶんだけどそれなんかコツがあるのかなうわーでも面白そうだね ああ、面白そう。跳ね返るの場外出してピクミンやってて、あの場外こさせなくするプレイめちゃめちゃやってる方がすごく良さそう、えー。ハメス・オマンティスさん、配信お疲れ様、最近配信終わった後、外からかくて眠れてんだ。いつもそういう時間まで面白い配信があ,あります。ハメス・オマンティスさんもありがとうございます。オッパマザールさん、200います。ああ、なんか懐かしいですねあの。かなりもう5年前ぐらいからいる人です。ガ者に感謝さん とんじゃ、テリーのコイルという技を知ってる参考人たくが増えるよ。コイルまた今度、200回いします。あとざいます。サンモリーさんも、もちろん林村さん。最近バンドリークソハマっててバンドリーモデルのベース買っちゃったよ。いい練習終わったら教えてほしいな。えぇ、ー、俺、まだ人に教えられるほど全然ないんだけどな。うーん。あのー、緑フリックのギザギザは、あのー、 騙されるな、ですね。個人的に。あの、緑フリックのギザギザ、あれ、もう、周辺視野でやればいい、あれは。あれ、適当でも、あの、割と適当でも判定甘いから、どっちかっていうと、緑ギザギザの片割れにある青いあの丸をしっかり押すことを大事にしよう。え、ベースああ、<laughs> すいません。あ、ベースですか。あ、ベースね。あ、ごめんなさい、ベースですね。ああ、なるほど、なるほど。ベースだって、 らばベースの練習法なんだろうないい練習法ベースってそんな,なんか練習法なんだろうななんかやっぱ俺ベースやった時はあのドラムとベースが結構外れると音おかしくなっちゃってなんか気まずくなるからあの表と裏打ちの 切り替えデン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 っていうのをいろんなコードでできるようになったりとかしてなんか裏打ち結構できるようになったりするとねななんかなん,なんて言えばいいんですかねあのなんか対応ディレクスが増えたんですよそうあとそうですねメトロノームですねメトロノームとかの裏とかでチッデンチッデンチデンみたいな感じですあのー、まあね 頑張ってくださいい楽しいですよ花村洋介さん、世界一面白いゲーム、ペロソナ4の話を布団ちゃんがしてくれて、すごい嬉しかったです。4の音ゲーの話題があっので、プレイ動画貼っておきます。あります,あります。見させていきます。花村洋介だからね、やっぱりな。ンンハゲてね、これ。 あ、大丈夫かなんかこ,こうなってたからなおとノリノリじゃん いや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 漢字がちょっと <laughs> まあ漢字こういうキャラだからなどっちかさらへえ いやいいっすねうんこれでもこれでやるのがいいんだろうなきっとなあのでかいやつであでもこれな何の媒体なんだろうこれコントローラーでやるのちょっとしょっぱいよなこれ、ね、やっぱなえー A、チャンネルさん えー、今日1年間付き合った彼女と別れて減らってたけど、町屋の配信見たらちょっと立ち直った。ありがとう。町屋折りの立ち直り方とかあったらしてくれもうしこって寝るっす。もうこれの100回多分いろんな人たちに言ってるんですけど、もうしこって寝て、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 それがダメでもしこって寝て、しこって,てもう、進歩を発散させましょう。もうそれしかないです。しこ寝です。縁山さん、秋田の雨やびは不安で眠れね。眠れるような簡単な鶏肉料理を教えてくれ。<laughs> あ、眠れるように簡単な鶏肉料理をしか、眠れるように簡単な鶏肉料理ですか。 いや、あのー、おすすめありますよ。あのー、ね、えー、お酒と片栗粉をちょっとまぶしたささみ。はい。えー、塩、ョウをパラ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 と。はい。で、それをレンジでチンするだけ。で、えー、梅を叩いて、しそを、えー、刻んで、それを乗せて食べるだけっていうね。あのー、油も使わないし、フライパンも使わないのでね。あのー、もう本当にお皿とまな板だけが汚れるようなね、料理なんですけど、本当にもうそれ、え、簡単でしょこれは簡単でしょ これはめんどくさい。じゃあ料理しないほうがいいよ。今のはめんどくさくないってば。今のはめんどくさくないだろう、うそんな。しそなくてもいいですよ、別に。うん、あのしそも梅もなくてもいいですそもそもささみがないだろう、だって。えー、ということでね。もうチキンフィレオバーガーでいいんまあ、それは勝てないわ。どんなに、あのー、今まで料理やってきましたけど、チキンフィレオバーガーだけには勝った試しがないです。僕。 今まで料理作ってて。本当にそこはもう最上級です。えー、まあ、ということでね、えー、明日、ちょっとね、黄昏ハードコアやりたいかもしれないです。今、今の気持ち。僕はちょっとあの、寝て、えー、明日、夕方に配信できるようにしたいです。それでは皆さん、なぜなぜ。